はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。次はですね、モーターを含めた車両全体のモデル化ということになるんですけども、こちらにある破線でくくった部分がですね、それになるんですが、その前にですね、このモーターのパワーをコントロールするために PWM 変調ということをやります。こちらの PWM 変調、皆さん聞いたことがありますよね。ここでちょっと破線で書いてますけど、何かデジタルパルスでそのパルスの幅が変わる変調方式だっていう、そういうふうなことは耳にしたことがあると思うんですけども、これでどうしてモーターのパワーが変わるのかというふうなことをちょっと説明したいと思います。もともとこのパルスの幅は時間軸ですよね。そしてこの振幅はですね、この車両の内部の電源の電圧でしょうね。そしてこのパルスはですね、ゼロかあるいは電源電圧かということでですね、こういう10の信号を出すことになると思います。そしてですね、モーターのパワーを変えるためにはこのパルスの幅を変えればいいというふうなことをご存知だと思います。このパルスの幅はですね、比較的速い周波数で出力されます。今回のモデルはですね、このサイクルは 1kHz ほどですね。そしてモーターの方はですね、皆さんご存知のようにコイルが巻かれています。そのコイルの中にですね、こういったパルスの電流を流そうとしましてもですね、このパルスのままでは流れないんですね。早い話がですね、この繰り返しのパルスは押しつぶされたような形になって、このようなですね、一定の電圧のように振る舞うことになるんですね。そうするとこのパルスの幅が広くなりますとですね、押しなべてこの一定の電圧の全体は上がるわけですね。ポイントはですね、このパルスの幅という時間軸がモーターの中では電圧軸になるというふうなことですよね。モーターにかける電圧が上下しますとですね、当然回転数が変わるわけですから、 PWM のこのパルスの幅を変えるとモーターの回転数が変わるというふうな、そういう仕組みになるわけですね。今回の車のモデルはですね、このパルスの分解能は8000ポイントあります。つまり1サイクル分が8000に分解されてるんですね。かなり細かく分解されてますね。ですからモーターのそもそもの電源、こちらの電圧 V ですね、この電源にですね、このパルスの幅、このパルスの幅をかけたものを8000で割ったものがこちらのモーターの電圧というふうなことになるわけです。こちらのブロック図のように PID 制御の部分と車両のモーターの部分との間にはですね、PWM 変調という回路が入っているわけですね。それではですね、モーターに電力を加えて結果として速度になる車全体をモデル化してみたいと思います。回路はそこの部分だけなんですけども、かなりですね、ゴテゴテと書いているように思われますけども、そんなに難しいことではありません。今見えているグラフはですね、路面ベンチ比較というふうなタイトルになってますけども、先ほど冒頭で見ていただきましたテストベンチの特性と、そしてですね、そのまま床に置いて走らせた時の特性を比較したものです。これはですね、縦軸が速度になっています。横軸は時間なんですけども、おおよそですね、路面で走らせた時とベンチで動かした時は同じようなカーブで、そしてもう一つはですね、 PWM を1500っていうふうにした時の路面とベンチの比較ですね。路面でずっと評価するといいんですけどもね、路面で評価しますとですね、どんどんあちこち行ってしまって壁にぶつかってしまいますので、以降ですね、ベンチでいろいろと評価をしているわけですね。
まあ、それでこのグラフで一番言いたいことはですね、実際にこのパワーをかけるのはですね、スイッチオンというふうな形で、まあ、ある瞬間に PWM パワーをかけるわけですね。まあ、この場合だと1500をかけるわけです。まあ、でも車はですね、速度に60kmh の速度にならないわけです。まあ、このようにですね、徐々に上がっていくわけですね。まあ、このですね、加えた電力と実際に速度が変化していくこの特性をモデル化するということになるわけです。まあ、このモデル化が一番のキーポイントになるわけなんですけども、実験をしますとですね、多分おそらく皆さんが作られたとしてもこんなようなことが起こるんですね。まず1番目として、 PWM が小さいとですね、車は動きません。これは摩擦があるからですよね。この車ではですね、 PWM の値として500以下では動きません。まあ、モーターはジージー言ってるんですけどもね、タイヤは回らないわけです。まあ、そして2番、まあ、ある PWM を超えた時に、まあ、最終的にある速度に達するんですけども、この速度と PWM の関係はですね、ほぼ直線になるんですけども、まあ、走行抵抗の分だけですね、まあ、全体が下がるわけなんですね。まあ、そしてそれをグラフ化しますとですね、マイナスの切片を持つことになります。まあ、実際に計測したデータをですね、グラフ化しますとですね、このグラフは横軸は PWM の値なんですね。まあ、そして縦軸はですね、最終的に到達した速度なんですけども、まあ、このグラフもほとんど直線なので、まあ、近似直線を書きまして、その近似直線の式を表示させますとですね、-34 という、そういう数字が定数として最後の切片値として出てますよね。まあ、これは本来はですね、ゼロであってほしいんですけども、走行抵抗分だけ、まあ、速度換算で -34kmというふうな、そういう値に落ちているわけですね。まあ、これまでが時間軸のない入力と出力、つまり速度との関係なんですけども、まあ、実際にはですね、速度は弓の形で変化していくわけですね。まあ、先ほど見ましたグラフ、まあ、こんな風な感じになるわけです。まあ、これらの要素はモデルの中では何かと言いますと、まあ、一般に一時遅れ特性ということになります。まあ、これらからですね、車両のモデルはまあこんな風に表現されます。まず最終的な到達点の速度という風な意味を決めるものが、まあ、こちらの K という倍率のパラメーターになります。まあ、そしてですね、まあ、弓なりに増加していく、そういうパラメーターはですね、こちらの T というパラメーターになりますね。まあ、その後ですね、先ほどのグラフで、まあ、よくよく見るとですね、すぐに車が走り出しているわけじゃないんですね。まあ、パワーをかけても摩擦とかいろんな要素があって、まあ、すぐに動き出すわけではなくて、少し遅れて動き出すんですね。まあ、そういう少し遅れている成分をここに書きます。まあ、ここでは 0.14 秒遅れてますよというふうな、まあ、そういう意味ですよね。まあ、こちらの一時遅れ、最終到達点と弓なりのカーブの形状、まあ、そして全体としての時間遅れ、まあ、この2つの要素が主な要素になるわけです。まあ、それでこれらの係数を求めるためにですね、まあ、実際に動かして取得したグラフ、今ここに出ていますけども、このグラフからですね、特徴的なポイントのレベルと時間軸を抽出するわけですね。今あの矢印で書いてあるところがそうですね。まあ、こちらの矢印の左側は最終到達点の 63.2% の位置を示しているんですね。まあ、そして2番目の矢印はですね、 86.5% の位置を示しているわけなんです。まあ、もちろんグラフなんかぐちゃぐちゃとなってますから、おおよそですよね。
これから何がわかるかと言いますとですね、この車がですね、完全に一時遅れだとすると、この2つの点からですね、応答の基本時間が見つかるわけですね。その応答の基本時間というのはここにあります T のパラメーターになるわけです。このグラフの2つの速度からですね、だいたい T は 0.4 だっていうふうなことが求まったわけですね。さて、めでたしめでたしということになるんですけども、もう一つ大変難しい問題があるんですね。こちらにありますこのブロックですね。このブロックは実は私が作ったものです。コントロールのライブラリの中にですね、デッドバンドという名前のこれに似たライブラリがあるんですけども、その特性、似てはいるんですけども、今回の車両の形のいわゆるデッドバンドとは一致しないんですね。少し大きく拡大してみますね。コントレールのこのデッドバンドのライブラリーはですね、このように来まして、ここで平たいところがあって、またこのように上がっていくというふうな形になるんですけども、先ほどまで説明してきたようにですね、この車 PWM500 以下ではピクリともしないんですね。ここがだから PWM500 なところです。500以上だったらこのように入力と出力にある関係があるわけなんですけども、500以下だとピクリともしないというゼロというふうなことになるわけです。デッドバンドもですね、それに似たようなことになるんですけども、この勾配はですね、先ほどのグラフ、ここにちょっと小さく出しましたけども、先ほどのグラフからいきますとですね、あまり大きなオフセットはかかっていないんですね。つまりここからこのマイナスのエリアまでほぼ直線でつながっているにもかかわらず、この区間だけがゼロという、ちょっと特殊な形をしているわけなんですね。さて、それでは評価しましょうということで、こちらから電圧を入力するわけですね。その電圧の基準はですね、PWM の単位が分かりやすいので、こちらでですね、PWM500、1000、1500というふうな値をステップで入れて、ここではですね、PWM の単位8000分の VCC という形で電圧に変換して入力するというふうな形で、その結果このスピードという速度の信号がどうなるかということですよね。結果としてはこのような形になります。まず最初の500はですね、こうへばりついてますよね。当然このモジュールでですね、500では出力は出ません。車は全く動かないわけです。次にですね、1000というふうにやりますと、このような形でですね、今ここ 28V というふうに出てますけども、これはですね、 1V が速度でいう 1km/h の速度ですから 28km ということになるわけですね。そして1500にしますと、このようにですね、だいたい68ぐらいまでの値になっていますよね。そしてさらにですね、この一番最初の先頭から 0.14 だけここの出発点が遅れているというふうな状況になっているわけです。これにですね、実験で取得してきた時の速度の変化を重ねてプロットしてみたいと思います。それがこれになります。このグラフのこの赤いのがですね、 PWM が1000の時の車のデータですね。最終到達点が 35km というふうな形でちょっとだけ上になってますね。そしてこのオレンジはですね、 PWM が1500の時の実際の取得データですね。こちらの方はですね、理論値より下になっていますよね。このレベルはですね、こちらの K というパラメータを変えますと、いくらでも変わります。そしてさらにこのデッドバンドのですね、この C というパラメータを変えることによっても変わります。これらはですね、実物にぴったり合えばそれは理想的なんですけどもね、いろんな意味でなかなか理想通りにはいかないので、何回かトライした結果ですね、ここが一番落としどころかなというふうな数値になっています。
まあ、この特性はですね、制御しているわけじゃなくて、モーターに単にパワーを加えて走った結果を比較しているわけですから、まあ、ちょっとした条件が違いますとですね、速度に大きく差が出てくるわけですね。まあ、それでは今回のこの車、まあ、走行に関する部分、まあ、それらをですね、プログラムを含めた形で全体の流れとして回路図にしてみました。まあ、コメントをたくさん書きましたから、まあ、ちょっと複雑に見えるかもしれませんけども、まあ、コメントを抜いてしまえば、まあ、それほどの難しい構成ではありません。